魔法王国アルテナ、極寒の地にありながら断りの女王の魔法の力によって温暖な気候が保たれていた。しかしマナの減少に伴い魔法の力が次第に弱まり、周囲から少しずつ氷と寒さが城内へ侵入し始めている。諸君、知っての通り、世界から魔法の源であるマナの力が消えつつある。我が魔法王国アルテナにとって国家の存亡に関わる一大事だ。だがこのまま黙って滅亡を待つわけにはいかない。そこで禁断のマナの聖域への扉を開き、伝説のマナの剣を入手するのだ。マナが失われてしまうなら、そんなことがあるしかないのか。グレイの魔導士さんが言う通り。静かに。伝説ではマナの聖域への扉はアルテナをはじめ各地に点在しているマナストーンを操作することにより現れるという。マナストーンは他国でも厳重な監視下に置かれているはずだ。当然他国からの猛烈な抵抗が予想される。全力を挙げて各国のマナストーンを占領せねばならない。マナの剣を我が断りの女王に捧げ、魔法によって世界を統一し魔法帝国を築くのだ。女王陛下万歳。アルテナ万歳。ねえねえ、ホセ、ホセってば。はいはい、そんな大きな声でなくても聞こえております。こう見えましても、ジーはその昔アルテナにその人ありと言われた大魔法使いとして。ストップ、ホセの武勇伝はもう聞き飽きたわ。それよりもほら、昨日の続きを教えてよ。姫様、魔法は格好だけ真似れば誰にでも使えるというものではないのですじゃ。姫様が未だに魔法を使えないのは格好ばかり気にして肝心の心が伴ってないから。ほんだ、お説教ならたくさんよ。もういい、ホセには頼まない。ビロビロビーザ。やれやれ、困ったものじゃ。お、ビクターだ。おい、ビクター。あ、姫様、魔法のお勉強は終わったんですか？途中で逃げ出されると、後でホセジーの愚痴を聞かされるのはいつもこの僕なんですからね。勘弁してくださいよ。アンジェラ、魔法王国アルテナの王女。父のいないアンジェラは幼い頃から女王である母親に叱られたり抱きしめられたりしたこともなく、女王の立場でしか接してくれない母をとても寂しく思っていた。子供心に母は女王として大変な責務を果たしているからだと自分自身に言い聞かせてはきたが、寂しくて涙が止まらぬこともあった。母の愛情に飢えていたアンジェラはその反動でよく派手ないたずらやわがままを言っては周りのものを困らせていた。そんなアンジェラも成長し、母の断りの女王に似て誰もが認める美しさを備えていたが、王女であるにもかかわらず未だに魔法を使いこなすことができず思い悩んでいた。